競争準決勝第3組です。出場する選手をレーン順にご紹介いたします。第1レーン、堀くん、松葉。第2レーン、多田くん、まさご。第3レーン、前田くん、二宮。第4レーン、藤原くん、東海大学、浦安。第5レーン、安田くん、行田。第6レーン、佐々木くん、千葉日大第一。第7レーン、田浦くん、栄。第8レーン、相川くん、富里。以上8名で共通男子 200m 競走準決勝第3組です。今スターターが集まり審議を行っています。第3レーン不正スタートにより失格です。共通男子 200m 競走準決勝第3組、ぐんぐん飛び出しているのは第4レーン藤原くん、東海大浦安。19 20 21 22。速報板は22秒17で止まっておりました。正式な結果をお待ちください。全国大会の標準は22秒75。正式タイムが出ました。1着は第4レーンを走りました東海大浦安の藤原くん、時間は22秒15。見事全国大会の標準突破です。おめでとうございます。共通男子 200m 準決勝3組目の速報を申し上げます。1着4レーン藤原くん東海大浦安22秒15。2着6レーン佐々木くん千葉日大第一23秒22。3着5レーン安田くん行田23秒43。4着は2レーン多田くん雅子23秒45。この時の風は追い風の 1.4 メートル。5着以降の結果については掲示板をご覧ください。以上、共通男子 200m 準決勝3組目の速報でした。なお、決勝進出のプラス2名はこの後分かり次第お知らせをいたします。